あなたと過ごした時間、素敵でした。またな。想定外だ。これも運命、受け入れるわ。そうか、元気でな。あなたと過ごした時間、素敵でした。
了解、ブーンを祈る。寂しいな。またどこかで会おう。今までありがとう。さらばだ。あ、ただいま。ご苦労はん。大成功かな。お疲れ様だもん。力の使いどころが重要ですね。全力で任務に当たります。必ずや任務を全うしてみせます。仰せつかった。全力で任務に当たります。別動隊として行動する。了解だ。今度の任務は何だ。仰せつかった。仰せつかった。別動隊として行動する。全力で任務に当たります。了解だ。光栄です。それでは行ってまいります。頑張れよ。
私に気づきなさい。行きましょう。
させて。いい知らせを期待しているよ。到着。さあ急ぎましょう。急ぎましょう。よっ。
ん行きましょう。サバナは心を癒してくれますね。無事完了した。お疲れ様。探索任務に重要だな。まだまだいけるぜ。まだまだ成長できそうだ。
な、頑張って。全力で任務に当たります。頑張ってくるね。了解だ。はい、了解し、任務は任せて。行ってくる。諸君の健闘に期待する。ことはお任せですもん。これくらいなんともないんです。花は鉄のハートの持ち主なんですもん。ねえ、もっと私を頼ってくれないの？もしかしてシスアルスチンが運び込まれた場所がわかるのか？悲しいわ。私の力あまり認めてくれてなかったのね。いや、そんなことはないけど。冗談よ。愛しのドライバーのために一肌脱いだ。そうか、
アザミの千里邪眼なら。少し待ってて。どうなんだ、何か見えたのか。巨大なエーテルの採掘場のような場所で男たちが作業をしていたわ。そこに見たことがない大きな装置が設置されていた。さらにその隣にシスアルスチンがあったわ。近くにグーラ人の男も見えた。エーテルの採掘場、インビディアにそんなところがあるの？スペルビアよ。そんなところまで見えるのか。そうよ。だからどれだけ離れていても私は愛しのドライバーのことをずっと見てるのよ。うわあ。ともかくスペルビアのエーテル採掘場なんだな。そうよ。大きな装置ってのは何だろう。きっとサクラみたいなものも。けどそれじゃあシスアルスチンの出番はないんじゃないか。エーテルを採掘しているところでシスアルスチンを使うとすれば。じゃあ謎の装置はシスアルスチンを運ぶものも。エーテルの流れはいわば血の流れのようなもの。たどればアルスの体内にたどり着く。そこでシスアルスチンを使えばスペルビアのアルスの衰退はより早まる。だったら急がないと。犯人の目的が達成されたらスペルビアが大変なことになるぞ。そうだな。一刻も早くスペルビアに戻り犯人を捕まえるぞ。楽しくなってきたわね。